こんにちは、私たちはアルクトゥルス協議会です。皆さんとつながることができて嬉しく思います。私たちは人類の進化をかなり長い間目撃してきましたが、皆さんが座っている場所からそれを認識するのは難しいことは理解していますが、私たちが人類としての成長と進化を認めることができることを皆さんに受け入れていただきたいと思います。私たちはこれらのことを測定できます。私たちは皆さんの振動の調子を感じることができ、皆さんがいつレベルアップしたかがわかります。皆さんはそれを続け、戦争などは過去のこと、遠い記憶になるでしょう。しかし今のところ、皆さんがどこにいるかは皆さんがどこにいるかであり、皆さんが望む場所にたどり着くための第一歩は、自分がどこにいるかを認識し受け入れることです。戦争や貧困、飢餓、暴力、憎悪、人種差別は、自分自身が作り出しているのだと認めなければなりません。これは目覚めた人間にとって難しい第一歩です。なぜなら、他の誰かがそれをやっているという人が非常に多いからです。政府か陰謀団のせいだ。メディアのせいだ。しかし、自分の創造物に責任を持ち、今日、自分が作り出しているものは、500年前よりもずっと良いものだと認めれば、意識が飛躍的に前進するのを体験できます。両方が整っていれば物事がはっきりと見えます。自分はソースエネルギーの存在であり、現実の創造者であることを認める人の目を通して物事を見ているのです。手柄を得るのは良いことですし、責任を取るのも良いことです。今目覚めているほとんどの人にとって、これからどこへ向かうのかは驚くことではありません。すでに銀河時代に足を踏み入れていますが、すぐに銀河コミュニティの一員としての自分を知ることになるでしょう。これも起こるでしょう。それは情報開示のためでも、彼らがあなた方からそれを隠せなくなったからでもありません。それはあなた方全員が前向きな一歩を踏み出したから起こるのです。さて、ここで大きなスピリチュアルなエゴを持つことなく、あなた方はこの意識進化の最先端にいる責任を取ることができます。あなたはそれを自分の手柄とすることができます。あなたは人類がこのような出来事に備える原動力の一部であったことを知ることができます。私たちはあなた方が自分自身を認めることを望んでいます。なぜなら、それがあなた方をより高い振動状態に導き、そのより高い振動状態が様々な方法であなた方に役立つことを知っているからです。あなた方はリラックスして全てを自分で行う必要がないことを知り、同時にあなた方は自分の手と道具だけでなく、自分の時間とエネルギーと努力を使って全てを創造しているので、自分はそれを全て創造していることを認めることができます。そしてこのメッセージを受け取ることができる皆さんは、他の人々が皆さんを尊敬し、皆さんの足跡をたどることを認識すべき時が来ています。より多くの大規模な覚醒がやってきます。そして皆さんは目覚めた人々にとってのリーダー、ガイド、教師となるでしょう。私たちはアルクトゥルス協議会です。皆さんとつながることができて嬉しく思っています。